山中峠は日本にある峠である。山中峠は、福井県道207号今城杉津線上にあり、福井県鶴ヶ市と福井県南城郡南越前町の境にまたがる峠である。標高は389メートル。山中峠は、古くから国境の峠として認識されており、現在でも木の目峠、土地の木峠とともに、福井県における峰南、 西北を隔てている。古代には感動の北陸道が山中峠を通っていたが、天長7年に距離の短い木の目峠の道が開通したことにより、北陸道はそちらに移った。北陸本線を鶴ヶより先に延伸する際、山中峠を含む山道を12カ所のトンネル、4カ所のスイッチバックで越えるルートが選ばれ、1896年に開通した。 1962年、北陸トンネルを通るルートが開通し、廃線跡は福井県道207号となった。線路跡を再利用した道路であり、橋路の連続する路線であるが、この山中峠付近が福井県道207号の最大の難所と言える。ただし実際に峠を越えるわけではなく、峠の下に山中トンネルを貫通させることにより通行が可能になった。 ただしこのトンネルに至るまでには、京路や対抗困難なトンネルが続く。鶴ヶ島川に広域機関林道栃木山中線が交差しており、この道をたどれば、本来の山中峠に至ることができる。上記した通り、あまり整備の行き届いていない道である。ただしこれは、鶴ヶ島川に限ってのことであり、南越前側は車2台分以上の幅の道が、 確保されているので安全に通行できる。また、山中トンネルも元は、線路が走っていたトンネルであるため、片側通行ではあるが非常に狭く照明も少ない。ありがとうございます。